言論弾圧には屈しない。動画をご覧いただきましてありがとうございます。陳長家でございます。ずいぶん久しぶりにこの音声動画をアップさせていただくんですが、それにはちょっとですね事情がありまして、以前この動画でお話ししたんですが、私は別にそんな悪いことしたというふうに思ってないんですけど、動画ではペナルティを受けたんですね。一回警告を受けたということを、お話したかと思います。これはですね、一ヶ月ちょっとほど前に、そのペナルティを受けたんですね。でですね、それが7月の27日だったんですよ。で、実はですね、それから約1ヶ月後、8月の22日にですね、実は2回目のペナルティを受けました。この、2つともですね、どうやら、その、いわゆる保守系というかですね、いわゆる韓国を批判している動画を、その、YouTube チャンネルかなんかを狙っている人たちがですね、一生懸命、YouTube に言って、そういう話を、こういう状態になったようなんですけども、8月の22日にですね、そのいわゆる私の2回目の警告を受けたんですね。で、その2回目の警告を受けると、2週間動画をアップできないんですよ。で、皆さんにですね、お話をしようと思っていたんですが、それを伝えることができなくてですね、でですね、この、動画を今、久しぶりにアップさせていただくということになってるんですが、下の方にありますけれども、ブログであるとか、ツイッターであるとかをやっているんで、その、ブログの方ではですね、2回目の、いわゆる YouTube チャンネルでバンを受けたっていう話をですね、させていただいて、それをツイッターで拡散をさせていただいてたんですけども、YouTube チャンネルだけちょっと、登録していただいている方にはですね、お話しできなくて大変申し訳ございませんでした。というのは、伝える術がなかったんでね。で、その今、ここでお話をさせていただいているんですが、以前ちょっとお話しさせていただいたんですが、これはですね、私は個人的には言論弾圧だと思ってるんですね。これをやってらっしゃる方は、一つはお遊びでやってるみたいなんですけども、狙ってる相手は、先ほど言いましたように保守系というか、韓国や中国を批判しているような人たちなんですね。で、そういう人たちを彼らはどうやら、ネット右翼であり、ヘイトであるというふうに認定しているそうなんですね。ちなみに私、陳長家はですね、ネット右翼と言われても仕方がないかなと思います。というのはネット右翼というのはネット上で、右寄りの発言をしている。タカ派的というか、保守的というか、嫌韓嫌中的な話をしているっていうんであれば、それは私は実際そういうことをしているんで、ネット右翼と言われること自体は別に何ら問題ないと思ってます。ネット右翼というのは別に悪い言葉ではないんでね、本来は。ただし、私はヘイトだって言われることに対しては、それは非常に侵害であると。私はヘイトは嫌いです。これは何度もこのチャンネルであるとか、また私のブログの方とかでお話をさせていただいてますけども、ヘイトということは何も生まないと。だから私はヘイトは嫌いだというお話をしています。だからヘイトと言われることはちょっと我慢ならないんですけど、韓国は批判をします。なぜならば日韓関係が悪い理由っていうのは韓国が反日をするからであり、韓国が反日をすることによって日韓関係が悪くなってるんだったら、韓国を批判することが正しいと思うからなんですね。でですね、今やられているのは先ほど言ったように言論弾圧なんだと。この言論弾圧に関しては、私たちはですね、やはりしっかり戦うべきだろうと思うんですね。だけどこれはですね、なかなか難しい。というのはなぜかというと、日本の場合はですね、右寄りの発言をする人はですね、なぜか知らないけど、ヘイトのレッテルを貼り付けられて、言論弾圧をされるんですよ。で、それをですね、助けてくれるようなメディアもほとんどないんですね。例えば最近新宿区がですね、公園から集まってデモをやったりするっていうことに対して規制をしようとすると、共産党系の人たちがすごく反発をしたりするわけですね。それを朝日新聞なんかでも随分大きく取り上げてくれるわけですよ。だけど、6月でしたかね、川崎市の方で、いわゆる保守系のデモを、暴力で、阻止をしたっていう事件があったんですね。で、これは川崎市長がですね、このデモそのも、集会そのものは問題ないよということをですね、お墨付きを与えてるんですけども、いわゆるそれをヘイトというふうにレッテルを貼る人たちはそれを弾圧してしまったということなんですね。で、こういうことが往々にして起きてるのが現状なんですよ。で、これからもですね、この YouTube チャンネルでですね、いわゆる韓国なり、もしくは在日コリアンなりの批判をですね、していきたいと思ってる。それはですね、これからやっていくっていうことは、決してヘイトの意図ではなく、彼らをアンタッチャブルにすること自体の方がよっぽど怖いからなんですよ。特に在日コリアンなんていうのは批判をあんまりできない存在なんで、私たちは批判をするようにしなければいけない。
彼らをアンタッチャブルにすることがよりその憎悪を生んでしまって、あいつらばっかり特別扱いされて、それはおかしいだろうって話になりかねないわけですよ。今後どうしようかというのはですね、これからも私はブログであるとかツイッターであるとか、そしてまあ YouTube で発言をしていって、まあ、ツイッターで拡散させていただいてっていう形を取っていきたいんですが、特にこの YouTube チャンネルはですね、まあ、いつこう切られるかわかんないんですね。先ほど言いましたように2回のペナルティを受けてます。で、3回目を受けるとチャンネルが閉鎖されます。で、私の閉鎖された、その動画はですね、個人的に言うとですね、平均的なもんなんですね、私が言ってるものの中で。つまり、他でも引っかかるところが出てきそうなんですよ。私は問題ないと思ってるんですけどね。で、まあ結局引っかかってくるとですね、問答無用でチャンネルを消されてしまうもんですから、まあそうなった時はですね、新たなチャンネルを作ろうかとも思っています。その時には沈丁花の名前でですね、まあ沈丁花チャンネルかなんかっていう名前でしようかなと思ってるんですけど、ぜひその時はですね、皆さんに新たに登録していただきたいなと思います。そしてこういうようなお話をですね、ぜひ皆さんに伝えていきたいなというふうに思います。日韓関係を悪くしているのは韓国の反日なんであって、その韓国の反日に対して批判をしないというのは意味をなさないんですね。だからそういう発言をこれからもしていきたい。で、それからですね、もう一つあるのは、実は今回というかですね、第1回目のまあ動画が消されてですね、1回目のペナルティを受けた時にちょっと考えたんですけども、できれば皆さんに直接訴えたいなと。っていうのは、こういう動画チャンネルで、また同じ動画をまあ上げていてもですね、同じように消されてしまう可能性があるんですね。だから、一応ブログの方は全然大丈夫なんですけど、ツイッターの方も大丈夫だと思うんですけども、こういうところはですね、消される可能性はゼロではないんですよ。私はヤフーブログでやってますから、無料ブログですから、消されても文句言えないんですね。だから、そういうことをやられて言論の場を奪われてしまうのは嫌ですから、だから、ぜひ皆さんに直接訴えたいなと。で、例えばスカイプであるとか、もしくはですね、まあ、よろしければ、そちらの方に出向いてってお話をしても構わないと思ってるぐらいなんですね。現在日本で起きていること、そして日韓関係を改善しなきゃいけないこと、そしてですね、まあ、私たちがそのためにどういうことをしなきゃいけないのかっていうことをですね、ぜひ直接訴えたいなと思ってます。だから、そういう、まあ、ご希望がおありの方が、いらっしゃったらですね、ぜひ下にはツイッターのアカウントを入れてありますんで、そこからまあ私のフォロワーになっていただいてですね、ダイレクトメッセージで送っていただいたら、私は確認しますんで、お話をしたいなと思います。まあ直接お伺いするのはですね、ちょっと、私東京に住んでるんですけど、まあ場所の問題がありますんで、それにちょっと私は仕事上の関係でそう簡単には出てきない部分もあるんですけど、まあ、できる限りのことはさせていただきたいなと思います。反日というのは、韓国の反日というのは日韓関係を悪化させていることであり、それに対して喧嘩を使うことっていうのはいけないことではない。むしろ喧嘩こそが日韓関係を改善するんだよと。そして、私たちが本当に、批判をしなきゃいけない相手っていうのは、実は韓国でも在日コリアンでもなく、実は日本人なんだよっていうところをですね、ぜひお話をしたいなというふうに思います。一応ですね、これからアップをできるようになってるようなんですけども、いつチャンネルが消されるかわかりませんので、チャンネルを消されるまでアップをしていきたいなと思います。こういうお話をしていきたいなというふうに思いますので、ぜひまたですね、チャンネルの方を見ていただけたらなというふうに思います。ですね、出向いてお話をすることに関しては、多分謝礼をいただく形にはなるかなというふうに思います。ちょっとこちらも時間をかけていってるんで。だけど、必ずそれなりに身のある話をさせていただきたいなと思いますので、ぜひ、その、要望していただいたらなというふうに思います。動画を聞いていただきましてありがとうございます。またですね、ブログ、ツイッター、LINE アットつけてありますので、下の方に登録していただいたらありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。